コーナーですが、毎週火曜日、はい、アメリカ在住の映画評論家町山智博さんです。まだももクロちゃんがね、あのスタジオの外でベッドって言ってくれるの聞こえてます。人に会うたび誰かに言ったのじゃ。またお客様がこの方とすれ違い様にベッドってやったのか。この方とすれ違いに、いらっしゃいませ。わあ、大忘年会浅草キッドの水道橋博士さん。博士、週末ヒロイン水道橋博士ね。さっき言われたの、通りすがりに言われたのよ。の今聞こえてる博士に向かってやってたんですね。そうそうそう。これ生放送中って感じで今言われたから、これいちいちやるんだ。いや、そうね、一気にね、毎回挨拶に入れてくれるんですね。いやでも水道橋博士、はじめまして、赤井玉です。どうもどうも。もうなんか大型金がないでも。僕赤井君って相棒のことが赤井君だし。はい。はい、場合によっちゃたまちゃんだから、はい、両方がかぶっちゃった。そうなんです、いや今回ね、水道橋博士さんの、はい、芸人心中読ませていただきました。いや、いきなりこの話でいいんですか。ちょっとこれね、私本当に面白かったから、これは本当に本当です。本当面白かったし、本当に泣けたし、もうすっごいグッときて、水道橋博士の株が上がってるんですか。本当ですか。上がりました。あのね、低かったわけじゃないんですけどね。低かったですね。逆に失礼なこと言って。いや、あるちょっと違うところで、はい、あのアナウンサーのね、女性なんかとお話したときに、はい、全く読んでないのがわかるんですよ。それで話を続けていったら、やっぱ齟齬が出るんですよ。はいはい。で、持ち上げてくれてるんだけど、あれ読んでないなって分かるんですよ。はあ。そうじゃない。そうじゃない。本当に面白かったです。もうだって一日パーって読んじゃって、でね、あの、まあ、ここに出てらっしゃる方は芸人の数々ね、すごい才能ある方々が出てますけど、そうじゃなくて、自分のね、身の前にいる普段こう接してる人とも、こう、ちゃんと味わい尽くせてるかなっていうことをすごく考えて、あの天才になりたいとどっちが面白いですか、ね、いや僕の書いたですね、いやあまり売れてない僕の方です。圧勝だろ。読んでないんじゃない。読んでない。読みました。読みました。山ちゃんの方読みましたけど、じゃあ圧勝合ってると思う。これはすっごい読み方です。そうですか、ありがとうございます。よろしくお願いします。文芸春秋から出ておりますから、はい。でね、その水道橋博士さんなんですが、僕ここなんで出てもいいんですか。もちろんです。ちょっとまだ小島慶子集がすると思うんですけど。ちょっとそれはちょっと脱いでいただいて、脱いでいいですか。フォローデラックスとか出ようと思ってるんで、この局内に移動すればいいんですもんね。あれ本取り上げてくれるんで、出よう出ようと思ってるんで、うちはもう緩い番組なんで、まだ立ち切らないようにしてるんですよ、稽古集はね。いいです、いいです。もう何だったらもう稽古さんもね、もうお呼びしましょうね、いつかこの流れで。博士に喋って本当呼べちゃうよ。ラジオの会出入り禁止になってるって言ってるんで、扉が完全に閉まってるらしいんですよ。どうなんですか、何があったんですか。本当にいいんですか、ね、いや、大丈夫ですよ。小島さんは4回までです。4回までね。はい。今日はね。博士が来ていただいて、そしてぴったりでしょ、この時間帯は。うん、この時間帯。博士がまた大ファンだという、はい、町山さん。町山さんね。うん、僕、町山さんは僕の、この曜日だから、金曜日だから、はい、僕の曜日でやってましたけど、その前からすっごいファンで、はい、僕はね、あの、たけしさん師匠ですけど、はい、40歳過ぎてから師匠みたいな人だっていうのは初めてなんですよね。それぐらいものの考え方影響を受けてるんですよ。町山さんにはね。だから皆さんこうね、毎週毎週町山さんの講義を受けるの羨ましいですよ、ね。はい、あ、そうか。そういう気持ちでもっと、うっかりした気持ちで聞いてはいけないけど、町山さんの。はい。いや、僕も金曜日やってる時には、だいたい小島さんが喋ってたから、はい、町山さんとこう、あまりトークしなかったですから。はい、で小島さんがあんまり映画見ないんですよ、町山さんが紹介してもね。その調整が大変なんですよ。そうなんですか。その確かに、あの、小島のお姉様ですね、広げにくいのでバッサリぶち切る時とかありますからね。あ、興味ないんだよなって空気で映画の話切る時ありますよ。で、割と知ったかぶりだから。ちょっと、お願いします。いや、しょっちゅう、バチバチあるんですよ。小島さんにはいろんな現場でお会いすることありますから、もう、一つ二つお願いいたします。グローデラックスから行きづらくなったな。はい。じゃあ、町山さん、この後ご登場です。しっかり絡んでいただきます。玉結び。赤い玉を玉結び3時台はコラムコーナー大した玉、毎週火曜日はアメリカ在住の映画評論家町山智博さんです。今週もカリフォルニア州バークレーのご自宅からお電話でのご出演です。もしもし、町山さん。はい、もしもし、町山です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日は町山さん、浅草キッドの水道橋博士もご一緒ですから。どうも町山です。どうも町山さん、1ヶ月前会ったんですよ。はい、うん、あの新宿ゴールデン街で、はい、そこで見た風景は、ほっといてください、はい、一生墓まで持っていかなきゃいけないどういう状態だったんですか。いや、町山さんが吊るし上げにあってんですよ、いろんな人から。大変ですよ。大変だった、大変だった。ゴールデン街で朝4時まで、はい、町山裁判すごかった。へ、はい、これあの芸人春秋の次の本で書きますから。
次の方があるんですか、あの芸人春秋ビヨンドって今書いてますから。あ、いいですね、芸人春秋も。でも結構ギリギリの綱渡りの人間関係の本ですよね。そうですそうです、ね、あ、読んでいただきました。いや、どっちにも落ちられない感じで、そのなんかね、はい、非常に危険なね、人間関係やってますね。そうですね、そうなんですよ、ね、うん、はい、何があったんだろう、町山さん、はい、そのビヨンドに、ね、乗りますけれども、はい、町山さん、はいはい、先週ご紹介いただきました映画、シルバーリビングスプレイバックブック、プレイブック、はいはいはい、これがあの日本公開未定だったのが、実は放送翌日に日本公開決まった、はい、ということだそうですね。はい、はい、ね、日本語タイトルがね、うん、世界に一つのプレイブックっていうタイトルになったんですけども、まあ、あの先日話したようにね、すぐぶち切れる男とですね、職場の人全員とやっちゃう女の子とのですね、うん、激しいとんでもないあのラブコメディなんですけど、はい、これ2月22日公開決定しまして、映画会社の人の方からですね、玉結びのリスナーの方10組20名様を試写にご招待してくれるそうです。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。これ太っ腹ですね、20名っていうのはね。ね、本当ですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとご紹介しますね。世界に一つのプレイブックの一般試写会は来年の2月19日火曜日の午後6時半から有楽町の読売ホールで開催いたします。で、参加ご希望の方はメールのタイトルに試写会希望と書いて、今すぐ tama954@tbs.co.jp、 2月19日の午後6時半からですからね、試写会希望と書きになって tama954@tbs.co.jp までご応募ください。この後午後3時半の番組終了まで受け付けております。10組20名様ご招待です。はい、すごいね、はい、めちゃくちゃなあの映画なんですけども、最後の方は本当にね、夢のようなですね、まあ、クリスマスなですね、ね、あのロマンチックの終わり方しますんで、あのもうアベックで、アベックってクレーな終わり方、カップルで行ってもいいですしね、あの女の子同士で行ってもすごくいいと思いますよ。これが本当にロマンスになるかっていう話ですけど、男で行くと悲しいと思います。いや、でもこれ男で行くとちょっと悲しいですね。いっぱい撮ってますよね、今ね。ね、これすごい、もうアカデミー賞関係、賞関係どんどん上がってる、まあ、有力作です ね、 そうですね、このプレイブックは、はい、はい、ただ今回紹介するのは完全本命です、はい、あ、ド本命、アカデミー賞の、アカデミー賞ド本命の、ゼロダークサーティっていう映画を紹介します。はい、はい、でこれもアカデミー監督賞、作品賞全部取るんじゃないかって言われてて、次々と批評家の選ぶベスト10とかで全部ベスト1を取りまくってますね。はい、でこれすごいのは、この監督はゼロダークサーティの監督のキャサリン・ビグローっていう女性の監督なんですけど、この人はこの前に撮った映画ハートロッカーでもアカデミー作品賞、監督賞取っちゃってるんですよ。綺麗な方ですね。はい、この人昔モデルみたいなことやってて、あのミュージックビデオとかにも出た人なんですけど、この人タイタニックとかアバターの監督のジェームス・キャメロンの前の奥さんですね。またものすごいでかいんですよ、180センチぐらい、だからオスカー取った時に、うん、オスカーがダンベルにしか見えなかった。まあモデルみたいな感じの人ですよ、スタイルとかは。ただあの戦争映画みたいなのばっかり撮り続けてるんですね、女性なのに、はい、で前作のハートロッカーアカデミー賞取ったやつは、そのイラクで爆弾処理を続ける、男と、まあ、それを理解しない奥さんの話だったんですけども、まあ、奥さんの方がしたらそんな危ない仕事やめりゃいいじゃないのみたいな話だったんですけども、今回は女性が主人公なんですね。はい、うん、でこのゼロダークサーティっていうのはね、0時30分の真夜中の0時30分っていう意味なんですね。うんうんうん、これあの軍事用語で作戦行動とかの、あのするときに、あのゼロダークサーティっていうと真夜中の0時半っていう意味なんですが、これはあのオサマ・ビンラディン暗殺計画を描いた映画なんですよ。へー、はい、でこれすごいのは、そのオサマ・ビンラディン殺されてからですね、まだ本当時間全然経ってないですよね。確かに、はい、去年ですから、うん、でこれだけの短い期間で映画作っちゃって、でしかもすごい傑作ってのはすごいなと思いましたね。アルゴもでも軍事機密になって、それをね解かれてから何年かけて映画化してるじゃないですか。アルゴ何十年もかかってるんですよ、あれ、これもそんなに軍事機密がもう漏れてるんですか。これね、まあ、見るとそんなにあの機密部分というのはないんです。ほう、ゼロダークサーティに関してはあのワシントンポスト紙とかに出てるのとほとんど同じなんですけれども、うん、
ただこれで初めて明らかになったのは、このオサマ・ビンラディンを見つけた人が女性だったってことですね。そうなんです。僕もだからこれ映画用にこうなんていうか女の人にしたんじゃないんですかって聞いたら、そうじゃないって言われて、あのインタビューに行ったんですね、キャサリン・ビグロ監督に。へ、本当にオサマ・ビンラディンを発見した人は女性ですと、女性の CIA のスパイなんですと、局員ですと。なんかあの塀に囲まれた家みたいなところで結局見つかりましたもんね。はい、だ要塞みたいにした家がパキスタンの結構高級住宅地のど真ん中にあったんですね、はい、でそこにオサマ・ビンラディンが住んでたんですけれども、それを発見するまでがまあ大変な苦労だったっていう話なんですけれども、はい。でね、主人公はね、ジェスカ・チャスティンっていう女性、これ写真あると思うんですけれども、赤毛の女性ですね。はい、これね、監督とそっくりですね。あ、確かに写真は2枚並ばれてありますけど、そっくりだ。あ、これ別人なの？同じ顔に見える。別人なんです。監督じゃないんです。へぇー。同じ顔です。主演の女優さんなんですけど、非常に似てて、多分ね、自分も投影してるんですよ。っていうのは、この映画自体は、その、オサマ・ビンラディンを発見しようとして、見つけようとする、その、試合局員の話なんですけれども、その事実を描こうとする監督自身が重ね合わされてる感じなんですね。はい。でこれいかにその大変だったかっていうと、オサマ・ビンラディンは一切その電話もしなければ、その無線も使わない、インターネットも使わなかったんで、発見するのは非常に大変だったんですね。で彼女たちが考えたのは、まず最初に CIA がやったっていうのは拷問だったんですよ。でアルカイダのメンバーをまあ捕まえては、その拷問してですね、そのまあ居場所を吐かせようとしてたんですね、ずっと。でこれがまあ非常に問題になって、まず CIA がその拷問っていうのは国内ではアメリカ国内では犯罪 だからアメリカ国外で拷問してたんですよ。これはねひどくて、そのポーランドであるとか、あのシリアとかですね、あのガンタナモっていうあのキューバの軍事基地とか、そのアメリカ国外であれば拷問しても別に関係ないっていう感じで、CIA が片っ端からそういうところにね、テロリスト容疑者を送ってはですね拷問してたんですね。まあ、これひどいことなんですけど、それから始まって、最初はこの主人公の女の人、マヤさんっていう人なんですけども、拷問を目の前で見せられて、もう見てられないわけですよ。でこんなことはもうとんでもんじゃないわって感じでもって、もう見てられないんですけど、その人はだんだん変わっていくんですね。でその拷問でこういろいろ情報をつかんで、ずっと最初オサマ・ビンラディンを探したんですけど、これ罠だったんですね。これはねちょっと言えないんですけど、大変な事態になっちゃうんですよ、CIA は。でまあ、大損害が出て、まあ、これは事実なんで、まあ、知ってる人はいると思うんですけども、まあ、敵が要するにものすごく頭がいいですから、あのタリバンとか、そのアルカイダっていうのは自爆テロのテクニックがすごいんですね。でタリバンというのはもともとその、アフガニスタンで、イスラム教の人たちがその、ゲリラとして戦った後は、ソ連を追い出した後に政権を取るってなって、政権争いになったんですよ。で最初すごく穏健派 その、マスードっていう人が政権を取りそうになったんですけれども、それとその非常にイスラム教原理派の、タリバンが政権争いしているときに、タリバン側がマスードに対してですね、私たちは降参しますって言って平和施設を送ったんですね、和平施設を。でマスードはその人に会ったらいきなり自爆されて全滅しちゃったんですよ。それがタリバンのやり方なんですよ。で今のはヒントなんですけど、そういうことをやられちゃうんですよ。人的被害も出るっていうことですか。もうすごい自爆やられるから、でもうとにかく情報を上げますよって言って出てきたと思ったら、その人はいきなり自爆する世界ですから、もうこれでどんどん追い詰められていって、その CIA のトップの方からもう10年ぐらい経つっていうのに、何なんだと、何も見つからないじゃないかと言ってるんですけど、CIA としてはね、実はこれは大変なことで、まず前にそれであとイラクに攻撃しかけちゃったんですけども、あれは完全に救治してるとも何とも関係なくて、完全に無実のイラクに対してブッシュが攻撃を仕掛けたんですけども、それに対して OK を出したのも CIA の長官なんですよ。だから CIA すごい責任があるんですよ、これに関しては。でさっさとオサマ・ビンラディンを捕まえてれば、何にもそういうことも起きらないで済んだわけですね、イラク戦争もなくて。というか救治してる自体も防げたかもしれないわけですよ。だから本当に試合のミスなんで、アルゴムと同じで、やっぱりこれはもう試合の命をかけて、なんとかオサマ・ビンラディンを見つけなきゃならないということになってくるんですけれども、でその中でその主人公のヒロインのマヤっていう女の人はどんどん自分を殺していくんですね。感情がだんだんなくなっていくんですよ。やっぱ変わっていくんですか、そうやって。はい。
で完全にマシンになっていくんですね、オサマ・ビンラディンを見つけるための、っていうね、非常に怖い話で、最初この映画がゼロダークサーティーが作られてるってことを聞いたときに、これはオバマ政権の手柄をその褒めたたえるために作ったプロパガンダ映画じゃないかみたいなことを共和党側が言ったことがあるんですね、で、オバマ政権は彼らが映画を作りやすいように映画スタッフに秘密情報を流してるとまで言ったんですよ、で映画見ると全然そんなことなくて、知られてる情報しか使われてはいないんですけれども、それ以前にこれは別にそのアメリカがオサマ・ビンラディンをその暗殺したことを褒めたたえるわけでも批判するわけでも全然ない映画なんですよ、なるほどね、これどこ行くんだろうっていうふうに思うんですけれども、とにかく徹底的に淡々とどのようにしてオサマ・ビンラディンを発見するかっていうのを見せていくんですね、でこれは言えないんですけども、結構あっと驚く方法で見つけていくんですよ、例えばね、まあ、言える部分で言っちゃうと、情報提供者がいるんですけど、サウジアラビアのボンボンなんですね、で要するに金持って女遊びしてるわけですよ、チャラチャラと、でそいつが情報持ってるって聞いたとき、 CIA がまずね、情報欲しいんだけど、ランボルギーニとか欲しいかなって言うんですよ、いきなりその夜中にですよ、ランボルギーニの売り場に行って、あの店に行って、もう閉めるっていうときに、今からランボルギーニ買うからって言うんですよ、CIA がお金出して、このランボルギーニ買ったから情報出せって言うんですよ、シンプルな買収で、そうですね、分かりやすい。すごいですよ、もう、ね、一回行ってみたいですよね、お店開けろ、ランボルギーニくれって言って、なんか小説とか思ってましたけど、小説的に聞こえるけど、そっちの方が現実、そうなんですよ、面白いです、だから、ありとあらゆる買収から拷問からもう全部やるわけですね、そう、結構、シーンが描かれてるわけですか、結構、映画の中で、そうなんですよ、でもやっぱりね、こう、拷問で出た情報ってのは全然使えなくてね、騙されちゃうんですけどもね。でまあ、違う方向からこうオサマ・ビンラディンが見つかって、後半のですね、大体まあ30分から40分ぐらいはオサマ・ビンラディン の, その、まあ、アジトを襲撃する部分を完全にリアルタイムで再現するんですが、それもすごくて、それに使うヘリコプターっていうのはそのパキスタンの市内に入っていくわけですよね、でパキスタンという国への、まあ、一種なんていうか、まあ、完全なもう侵害行為なわけですから、パキスタン軍が出てくるかもしれないんで、ステルスヘリコプターっていうのを作るんですよ、はいはいはい、それはレーダーにも引っかかんないと音もほとんどしないってやつなんですね、で超低空を飛べるんですけども、それをなんとね、エリア51で開発するんですよ、ほう、エリア51、宇宙人がいるっていう、そう、エリア51ってのは、アメリカ空軍の秘密兵器の開発基地なんですね、だからそこで実験してる秘密兵器を見て UFO だと思った人たちがいると言われてるんですよ、なるほど、でそこで開発したそのステルスヘリコプターを使って襲撃を仕掛けるんですけども、そこからあとは完全にリアルタイムで進行するんですね、だから本当に襲撃のチームの中にいるみたいな感じなんですよ、へー、あれオバマが指揮を取ったって言われてるじゃないですか、これもね、全然オバマはなかなかね、攻撃命令を出さないあたりのジレンマがすごくよく出てて、その、もし失敗したらどうしようってことに思って、もう3ヶ月も4ヶ月もほったらかしにするんですよ、オバマ。オバマの役の人が出てるんですか、じゃあ。いや、それはなかなか王毅が出ないってところで苦労するシーンがあるんですね。ほう。ああ、なるほど。要するに、オサマ・ビンラディンの居場所はここだっていう分かってから、もう何ヶ月も攻撃命令が出ないんですよ。で、これ国際問題だし、こんなことできない。もしオサマ・ビンラディンじゃなかったらどうするんだと。で DNA かなんか証拠ないのかとかオバマが言ってくるんで、全然攻撃が実行されないとか、その辺も描かれてるんですよ、すでにめちゃめちゃ面白いんだけど、ね、じゃあもうかなりその事実にも忠実って思っていいんですか、ものすごく忠実みたいですね、はい、っていうのはすでに報道されてることが多いんで、それを映像で見せるっていうところの面白さなんですけれども、ただね、これはね、全く美化してないんですよ、この作戦自体を、見た後に残るのはものすごい苦い気持ちでしか残らないんですよ、やっぱこれはね、藁の犬って映画が昔ありまして、これあるその平和主義者 の, 男がですね、田舎に暴力が嫌いだから暴力のない田舎に住もうとしたら田舎でも暴力に襲われてですね、で奥さんを守るためにその襲ってきた敵を皆殺しにするっていう話があったんですね、昔、でこれは主人公は勝つんですけれども、圧倒的に、でもその最後に残るのはものすごい虚しさなんですよ、でこれも最後にオサマ・ビンラディンをやっぱりという標的を最後に仕留めるんですけれども、もう残ったのはもう本当に私たちはとんでもない遠くまで行ってしまったと、正義のための戦いでも何でもなくなってしまったっていうものすごい虚しさにこう襲われるっていう非常に深いですね、
映画で、これはもうアメリカ人たちは見てものすごい暗い気持ちになると思いますね。これでもハートロッカーにも共通しますね。共通しますね。ただハートロッカーの場合には爆弾処理なんで、やってること自体はいいことですからよ、こっちは全然、まあ、暗殺計画ですからね。でしかも大失敗に失敗を重ねて10年もかかってしまって、その間に何十万人も死んじゃってるわけですよ、戦争を含めてね。この間アメリカどうなったか、はい、マイケル・ムーアが描くようなメッセージ性はしかもないんですか、これで。メッセージ性は最後にあります。それは観客に突きつけるんですよ、どう思うという形で、はっきりと口には出さないです。ある問いかけが一箇所あります、ラストの方に。それに対して主人公答えません。その答えはアメリカ人や世界の観客が答えることなんですよ。なるほど。問いかけだけが残るんです、はい。ただやっぱりこの10年間にアメリカはそのオサム・ビンラディンをやっと倒したけれども、その後残ったのはアメリカっていう国力が本当に世界一の国じゃなくなっちゃいましたからね。いやー、これちょっと重いですね、町山さんね。だってあの昔の話じゃなくて、現在進行形というか今の話だから、すごいヘビーですね。去年あったことですけどね。この10年間のそのブッシュ政権からずっと始まったこの対テロ戦争ってのは一体何だったのかっていうね、ただ虚しさだけが残るっていうか、アメリカの実質的な敗北じゃないかってとこまで、ラストではこう、なんていうかね、暗示されてる感じですね。で、これはまあアカデミー賞だろうと。アルゴなんて、同じような CIA のものを描きながら、はるかにライト級なんですよ。俺アルゴめちゃめちゃ面白かったんですけど。僕もアルゴすっごい面白かったんですけど。そうなんですよ。でもあれはやっぱりね、ちょっとチョコレートな感じなんですよ。アルゴが？アルゴがチョコ。こっちはスーパーヘビー級のパンチを腹にボコって入れるような映画なんですよ。という映画で、2月15日に日本公開ですね。そうですね、これは日本公開決まっております。来年の2月15日の予定ということになっております。はい、これゼロダークサーティーという映画で、はい、まあ強烈な映画でしたね。はい、わかりました、ありがとうございます。今日は町山智博さんにアカデミー賞最有力候補、はい、ウサマ・ビン・ラディン暗殺作戦を描いたゼロダークサーティーご紹介いただきました。博士、町山さんに、いやいやいや、またゴールデン街でお待ちしております。あと1月に僕何度も繰り返さなくていい、はい、1月にまた番組出てください、僕の番組。ああ、そっか、はい、はい、お願いします。ぜひ、はい、アカデミー賞の話しましょう。はい、町山さん、来週もお願いします。お願いします。ありがとうございました、はい、どうもです。玉結び